今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は、反響アシスト12品の幕の内弁当538円の半額なので270円か80円ぐらいですね、まあ、500円ぐらいの弁当ということで酒が乗ってます。ちょっと、酒ここいつも薄いんですけれども、まあ一応酒のお弁当でございます。でご飯と、チンはしたのかな、しましたね。なかなか細長いエビフライでござあエビフライやってエビの天ぷらでございます。でかき揚げもついてるんですね、これ、4分の1ぐらいかな。で、きんぴらごぼうと、まあ、確かに12品というだけあってもいろいろあるので栄養バランスはかなり、良いのではないでしょうか。だし巻きもついてましたね。でこのなんかナッパみたいなやつと、お結構入ってるな、やっぱこうやって見ると。おお、これあこれ人参か、あのすぐきかと思ったら、あ椎茸まで入ってる。12品もっとあるんじゃないですかね。12品よりもなんかもうちょっとあるイメージがありました。そうかそうか、だから品やけれども料理自身が12品ということで、まあ煮物は煮物で1品なんでしょうね。というところで、やっぱり品数が多いとなんかね栄養バランスが取れてる感じがして、なんかねカロリーゼロな気がしてくるんですけれども、ということで、反響アシスのお弁当でございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。だいたい1分ぐらいメドで作ってたんですが、この頃2分3分になることが多いんですが、今日は1分でとどめようと思って、本編1分でございます。どんなもんなんでしょうかね。ということで、また、いいねいただければありがたいのでポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。ありがとうございます。